ごくり。冷やし茶漬け。おお。冷ましたご飯に冷たいだしとかお茶をかけて食べるんだ。うん、これなら食べられるかな。ん？おいしい。さっぱりしていてすごく食べやすい。ええ、いいだしが出てます。ここにカニ味噌が入っていた甲羅を浮いて。そろそろね。ごくり。一口で激辛。あ、でもうまいぞ。それ、天使が買った食券よ。これ、食いたかっただけなんだな。食うか。そこに潜む者はサーヴァントのみならず町の人間にまで手を出している。うん、玉揚げだけ買ってこ。せやな。いただきます。揚げただけなのにうますぎるぞ。これ黄身がとろける。狙いは吹き出せ汗漂わせろカレー臭激辛ニンニクハンバーグ弁当。じゃあ僕は粘れ納豆オクラ丼ぶっかけチーズトッピング弁当。さあ食事をしよう。鹿肉の鍋よくおはうだ。んー、ひんなひんな。鹿肉は煮込んでもひんなだぜ。確かに品な。舌がとろけそうなポーチドエッグの完璧な半熟、オランデーズソースの上品な酸味、カリカリに焼いたベーコンとほのかに甘いマフィン、カラスミパウダーをマフィンにまぶしてあるのか。なるほど、魚卵もまた卵。カラスミの高級感のある塩味が鶏卵の黄身と絡んでこの深い味わいを。ま、真っ赤だ。簡単餃子鍋、はいはい、担当上がり。田舎のおばあちゃんか。へえ、これが本物のコロッケってやつか。それに中身、男爵の身に混ざっているこの茶色いのは肉か。ああ、うんうんうん、やっぱ別物だなこれ。肉玉をズブッ。月が出た。だんだん月が溶けて麻婆豆腐と絡み合っていく。ほい、海鮮丼お待ち。おお、これこれこれが食べたかったんだよ。うめえ。これは特上イクラ丼だ。こんな大量にイクラを食べる方法があったのか。寿司屋は何だったんだ。これが大人の世界。さあ食べなさい。なんだあいつ、なんで強烈の真ん中でハイジのやつ食ってんだよ。なんか腹出すけどうまそう。ペーター、こっちよ。うわーい、腹が
彦摩呂もこうやって我慢してきたのに。注文入ったぜ。ホットサンド2つ。了解した。できたぞ。おお。わあ。お塩でコーティングされたお米が口に染み渡る。肉厚いかと甘だれの香り。誰が口から溢れちゃう。探さないでくださいって手紙にあったけど。チキンライスに乗せ。完成。ふわのオムライス。まるで肉汁の噴水だ。肉汁が溢れて飛び出してきやがる。このカラッとジューシーの骨付き肉もうめえ。おや、おかゆくれ。ほら、こんなうめえ肉食ったの初めてだ。こちら北極です。こちら北極スペシャル学生サービスゆで卵入り、あと追加のバターです。小泉のなんか白いのかかってる。スペシャルは今の期間限定、通常の北極の上にとろりとしたチーズ、そして豚肉の代わりにチョリソーですが、激辛スープと刻み青唐辛子の辛さで本来のチョリソーのピリ辛感は皆無。チーズのおかげで辛さは多少マイルドに。スカイツリー豚丼。ご飯より肉の量が多い。邪道よ。バカ野郎、肉は正義だ。何かを得るにそれ相応の代償が必要なんだよ。腹立つ、腹立つけど超うまそう。さあ、有限しよう。おお、いただきます。まだ5、6人分はあったんじゃ。またみんな呼べばいいべさ。やばい甘いわ、何ハマる。